グッケルプレックスの中にはグッケルプレックスはアメリカ合衆国カリフォルニア州マウンテンビューにあるグーグル本社の愛称。愛称のグッケルプレックスは101万100を意味するグーグルプレックスに由来している。完成当時はシリコングラフィックスの本社であった。総面積は約50万6317フィートに。建物は2003年にグーグルがリースし、 その後2006年に同社が3億1900万ドルで買収した。買収後、ディーグイとクライブ・ウィルキンソン・アーキテクツの設計により、改装工事が行われ、現在の姿となった。改装にあたっては、マイクロソフトの本社が大学のキャンパスを意識した設計であるのに対し、グーグルはブティックホテルを意識した街の広場のような雰囲気となるよう設計した。 改装後の建物はアメリカ建築家協会賞を受賞している。本社内にはオフィスのほか、公園、世界の料理を提供する無料の社員食堂、フィットネスジムやサウナなども完備されている。屋根には9212枚のシャープ製太陽電池が取り付けられており、建物が必要とする電力の約30%を賄っている。ありがとうございます。